この動画は日置電機の提供でお送りします。こんにちは。今日は待機電力を測定します。一般家庭で消費される電力量のうち 5% は待機電力であると言われています。待機電力の測定にはこちらの電力計を使います。一応プロが使うレベルの電力計です。Amazon とかに売っている2000円くらいの電力計だと待機電力の測定は非常に難しいです。こちらの日置電機製の電力計なら非常に小さい待機電力の測定までできます。ということで早速ですが測定を始めます。まずは比較的大型な電化製品の待機電力から測定していきます。まず電子レンジ、そして IH クッキングヒーター、これはシーリングライトです。 LED タイプのシーリングライトを用意しました。それとここには映っていませんが、天井についているエアコンと、あとは給湯器の待機電力も測定します。まずは電子レンジの待機電力から測定していきます。コンセントを挿すと、ここに書いてある電力計の表示が変わりました。電力計の表示を一番上から順番に見ていきます。一番上が消費電力。この場合だと待機電力のことです。単位はワットです。2段目の表示、マイナス17バーって書いてありますね。これはあまり聞き慣れない単位です。これは無効電力です。実は電力には3種類あります。1つ目が一番上に書いてある有効電力。2つ目が無効電力。この2段目に表示されているものです。無効電力は消費されてはいるんですが、実際に支払う電気代金としてはこの無効電力は加算されません。そして3つ目が非相電力です。単位はボルトアンペアです。で、4段目は流れている電流です。173mAくらい流れています。この表示を見てみると、有効電力、つまり待機電力としては 0.03W しか消費していません。非常に少ない待機電力です。一方で2段目に表示されている無効電力については17バー消費されています。ただ、先ほども言いました通り、この無効電力については電気料金としては加算されません。見てわかる通り、待機電力は非常に少ないです。この待機電力は1日あたり 0.02 円になります。非常に安いですね。ちなみにこれはスイッチでオンオフするタイプのもので、非常に単純な構造の電子レンジです。最近の電子レンジは中にマイクロコントローラーが入っていたりして、電子制御されているものが多いです。そういった電子レンジの場合、もう少し待機電力が大きくなる可能性があります。次はエアコンの待機電力です。これは2017年に発売された 200V タイプのエアコンです。14畳タイプです。およそ 0.03 から 0.04W 程度消費しています。思ったよりも少ないです。で、少し調べてみましたが、日本の世帯数は5000万世帯あります。そして1世帯あたりエアコンの台数はおおよそ2台から3台程度です。そこからの簡単な計算ですが、日本中にあるエアコンの待機電力を計算できます。おおよそ 6MW になります。もちろん全てのエアコンがこの 0.04W を消費しているわけではありません。そしてコンセントを抜いているエアコンもあるでしょう。最新の火力発電所に設置されている発電機1台がおおよそ 1000MW 程度の出力があります。そう考えてみると、エアコンの待機電力だけでかなりの電力を消費していることがわかります。夏場以外エアコンを使わない世帯でしたら、ぜひコンセントからプラグを抜いてみてはどうでしょうか。ちなみに撮影時は照明の関係でいつも冷房をつけていますが、 400W 程度電力を消費しています。最大でも 1kW 程度の電力しか消費しませんので、その半分程度の電力を消費しています。次は LED 照明の待機電力を測定します。天井に直接取り付けるタイプの LED 照明です。天井に取り付けるタイプの LED 照明は基本的に電源はずっと入りっぱなしを想定しています。壁に取り付けたスイッチで電源をオフにできるものもあります。実際そうなっていることがかなり多いと思います。電源を入れてみると、思ったよりも待機電力多いです。 0.3W 消費しています。豆電球を点灯すると消費電力は少し増えますが、そこまで大幅に増えるというわけでもありません。これは給湯器の待機電力です。映像がこれだけしかなくて申し訳ないんですけども、待機電力は 4.5W 消費しています。待機電力はかなり大きい部類ですね。給湯器の運転ボタンを押すと待機電力はさらに増加します。 5.3W 程度消費しているようです。
次は IH 調理器の待機電力を測定します。意外と待機電力多いですね。 1.2W 消費しています。この IH 調理器ですけど、液晶の部分を見てみると点灯していますね。おそらく中でマイコンか何かが動作していると思います。それより気になるのはこの無効電力の大きさですね。 158W 消費しています。この無効電力については消費電力ではないので電気料金には加算されませんが、結構多いですね。不思議ですね。なぜでしょう。ちなみに IH 調理器の電源を入れて強火にしています。しましたが消費電力はほとんど変わっていません。 4W、時々 20W くらいまで消費していますけど、基本的に上に鍋を乗せていない状態ではほとんど電力は消費しません。ここに鍋を乗せると、この中身で鍋があることを検出して、そしてようやく電力を消費し始めます。ここまでは比較的大型な電化製品の待機電力を測定してきました。次はここに置いてあるような比較的小型な電化製品の待機電力も測定します。例えばディスプレイであったり、こういった USB 充電器、 AC アダプターもそうですね。あとはこういった無線 LAN 機能付きのルーターであったり、スイッチングハブ、そういったものの待機電力も測定します。測定を始める前に今日のスポンサーの日置電機の紹介です。私のチャンネルを普段から見ている人なら知ってると思いますが、日置電機は電気計測器を作っている日本のメーカーです。今日は日置電機が最近リリースした無料で使える便利なソフトウェアの紹介をします。リリースしたソフトウェアはシーケンスメーカーと言います。シーケンスメーカーは計測器をマイクロソフトエクセル上で制御できるソフトウェアです。もちろん無料で使えて、計測器は同時に6台まで制御できます。標準的なインターフェースが付いている計測器ならほぼ全ての場合制御できて、もちろん日置電機以外の計測器も制御できます。今回は LAN を使います。スイッチングハブにパソコンと計測器の LAN ケーブルをつなぎます。計測器とパソコンの方で IP アドレスを設定して、あとはコマンドの送信をすれば測定値を取得し始めます。かなり便利です。シーケンスメーカー無料で使えて、しかも商用利用 OK です。製造業、研究開発、大学関係者の方はぜひ使ってみてください。シーケンスメーカーのインストールについては概要欄にあるリンクから確認できます。次の測定を始める前に無効電力について少し補足します。無効電力を説明するのは少し難しいです。ここにキャパシタとインダクターがあります。例えばこのキャパシタを交流電源につなぐと、そこで無効電力が発生します。無効電力というのは交流電源と負荷、この場合だとキャパシタの間でやり取りされる電力です。有効電力というのは交流電源から負荷に供給され続けるものです。時間積分した値はゼロになりません。一方で無効電力というのは電源と負荷の間で行ったり来たりする電力です。なので時間積分するとその値はゼロになります。キャパシタの場合で試してみます。キャパシタを交流電源に接続すると、このように無効電力が流れ始めました。無効電力はマイナス54バー消費されています。一方で有効電力はほとんど消費されていません。実際にはキャパシタの中に使われている誘電体の分極であったり、そういったところで若干の損失が発生します。その損失は有効電力となります。この場合だと 0.08W の有効電力を消費しています。キャパシタは電荷を貯めることのできる部品です。 100V の交流電源に接続されたキャパシタには最大で 141V の電圧が蓄積される場合があります。実際の電化製品では電荷を逃がすようにキャパシタと並列に抵抗を接続します。抵抗は有効電力しか消費しません。なのでキャパシタに並列に接続された抵抗でも有効電力が発生する、つまり待機電力が発生する原因になります。ここでほとんどの人はなぜ電化製品の中で無効電力が発生するのかと思うはずです。それに対する一つの答えとして、電化製品の中に使われているフィルター回路があります。コンセントに接続するような電化製品の中にはほぼ 100% このフィルター回路が使われています。フィルター回路は先ほど説明したキャパシタとインダクターで構成されます。ここに交流電源を接続することで無効電力が発生します。それと同時にキャパシタとインダクターの損失が有効電力になります。フィルター回路については前の動画で説明しています。気になる人は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから見てください。
次の測定に移ります。まずは液晶ディスプレイからです。今主電源は切ってある状態です。コンセントを接続すると 0.3W 消費されています。今主電源は切っていますが、主電源を入れた状態で何もしないと待機モードになると思います。その状態でも消費電力は 0.3W です。待機電力とは関係ありませんが、ディスプレイの色で消費電力が変わるかも気になったので確認します。今ディスプレイの背景は黒にしていますが、消費電力は 14.2W です。これを白色に変更するとどうなるかというと、消費電力は変わらず 14.2W です。ディスプレイの消費電力、背景の色、白でも黒でもほとんど変わりません。この液晶ディスプレイの場合、一番消費電力が高くなるのはオレンジ色でした。オレンジ色にすると消費電力は 14.7W まで増加します。他の色でも試しましたが、オレンジ色が一番消費電力は高いです。少し余談になりますが、節電タップの消費電力も測ってみます。このスイッチの部分にネオンランプが入っていて光るタイプのものです。スイッチを入れてネオンランプを点灯すると 25mW まで増加しました。点灯するスイッチの数を増やしていくと、消費電力は 25mW ずつ増えていくようです。節電タップ自体で 0.15W 消費しています。まあ、そこまで多くはないですね。まあこんなもんかっていう感じです。次は USB 充電器です。ダイソー、消費電力は 0.06W、 電流は 11mA 流れています。アンカー、待機電力は 0.07W、 電流は 56mA 流れています。少し電流は多く流れるようです。これは中に入っているフィルター回路や待機状態のマイコンの消費電力によって変わります。最後に1200円で買った激安 USB PD 充電器、消費電力は 0.04W、 結構少なめですね。ただ電流が少し多めで 166mA も流れています。まあ、実際に前に中身を分解してみたのですが、フィルター回路の部分がかなり大きかったです。なのでその部分に流れている電流でしょう。次はスイッチングハブの待機電力です。 LAN ケーブルを8本接続できるタイプを試します。実際に接続するのは2本です。スイッチングハブについては、待機電力というよりかは実際に動作している時の消費電力を測定したいです。線を何もつないでいない状態での待機電力は 0.83W です。まあこんなもんでしょうね。ここに LAN ケーブルを接続します。一つはルーターから来ているものです。もう一つはパソコンに有線で接続します。消費電力は少し増えましたね。今通信はしていない状態ですが、1.2W 程度消費しています。インターネットのスピードテストを走らせます。そうすると消費電力は少し増えましたね。 1.5W 程度まで上昇しています。今アップロードしていますが、アップロードの時もほとんど電力は変わらないです。 1.4W 程度消費するようです。無線を飛ばした場合の電力も測定してみたくなりました。何も通信していない状態ですと 5.9W 消費しています。ここでスピードテストを実施すると結構増えましたね。 7.7W くらい消費しています。アップロードでも、アップロードはそこまで速度が出ていないのか、 6.5W 程度消費しています。他のスピードテストのサイトも使っていますが、通信速度によってやはり消費電力はかなり変わるみたいです。アップロード、ダウンロードの速度が速いほど消費電力も多くなる傾向にあります。というわけで今日は日置電機の電力計を使って待機電力を測定する動画でした。普段待機電力を測定することなんてほとんどありませんし、そもそもどのくらい消費しているかも分かりません。こういった計測器を使うと簡単に調べることができます。で、最後になりますが、日置電機からリリースされたシーケンスメーカー、非常に便利なので使ってみてください。普段 USB 充電器を分解する動画をよく作りますが、その際に必ず効率の測定をします。これまでは効率の測定ほとんど手動でやっていて非常に時間がかかっていました。これからはシーケンスメーカー使えるのでかなりスピーディーにできそうです。今日使った電力計はかなり専門的な計測器になりますが、それ以外にも日置電機はこういったテスター類とか、普段からよく使うようなものも作っています。Amazon とかでも販売しているようなので、気になる人は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから確認してみてください。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。